はい。こんにちは。ただよび世界史講師の池田です。さあ、今日はですね、えー、論述のタイプの中でもね、えー、この原因結果型というのをね、まずやっていきたいと思うんですね。で、まずは、えっ、ー、と、あまり長くないやつからね、始めていこうと思います。で、まあ、この、まず今日、北海道大のね、北大の問題なんですけども、 えー、まあ、ちょっとね、リード分が長いので、まあ、その河川部1だけまず持ってきましたが、えー、まず問題としてはね、この河川部1、これ関王朝に、えー、防戦が引っ張ってあるんですけども、関王朝について、前漢時代に国内を動揺させた五素七国の乱の原因と結果について、当時の統治体制に関連づけて説明しなさいという問題で、まあ、北大の問題は、時数制限があるものとないものが、 あるんですけども今回はないものなので、えー、回答欄の幅に合わせて、えー、回答していきます。で、まあ、一応ね、今回は、えっ、ー、と、目安として100字、ね、この100字を目安にやってい,くいきたいと思うんですね。はい。で、えっ、ー、と、今回は、まず、5層7国の欄の起こった原因と、その結果ですよね。なので、この因果関係を説明するんだけども、まあ、当然ね、そのためには、なんで5層7国の欄が起こったのか、 そして今回は、統治体制に関連付けてとあるので、この関内の統治体制についてね、まずはね、軽くおさらいしてみたいと思います。はい。じゃあちょっとね、黒板の方に行、えー、きますね。じゃあね、えっ、ー、と、まあ、この全関内の、この、まあ、地方支配体制、統治体制について説明したいんだけども、まあ、ただね、この関内に至るまでに中国ってのはね、この州の時代から、えー、まあ、様々な統治体制が変遷してきたよね。まあ、なので、そこからね、ちょっとおさらいしたいと思います。はい。 で、まず、えー、この中国の王朝、陰が滅んで、そして州になったときに、さあ州は封建制という、このね、地方支配体制をとっていきました。で、元々イン陰ってのがある程度強大な国だったけどもね、まあその陰を、やっぱり何年もかけて、この州が倒したわけですよね。そこで州は新しくこの王朝を作ると、じゃあどうやってこの天下を治めていくのか、どうやってね、支配していくのかっていうのを考えます。そこで、 このイントの戦いに功績のあった、まあ自分たちの一族だったりね、まあそれからそこにね、あの大臣だったり、功績のあった大臣だったり、これを諸侯として封建する封建制ですよね。で、まあこれらってのは基本的には同じ州のね、王様の一族と同じ同性諸侯が多いんだけども、ただね、一部はこのね、このイントの戦いで活躍した異性諸侯なんかもまあいたんですね。一応一部はね。うん。で、そうやって同じ州の一族を諸侯に封建して、 中央室のこの一族の血縁関係の力で、ね、これで中国を治めていこうとするのが封建制なんだよね。そう、ただね、この場合封建制っていうのは、この中央のこの直接の力が及ぶ範囲っていうのはね、この中央が治めている都周辺の地域であって、諸侯に与えたこういった地方の土地っていうのはね、これは諸侯の力がこう及ぶところになるんですね。基本的には、この中央の力は及ばない。周りにはね。中央様はここだけを支配してるわけなんだ。ね。で、 でも結局それはさ、一応一族だからさ、ね。王様の一族だから、別に、ね、反乱とか起こさないでしょね。別に仲悪くならないでしょ基本的にはね。なので、そうやってこの州の一族で天下を治めていこうとするのが封建制なんだけども、ただ、その封建制っていうのは、まあ、血縁関係の強さで、その中体的な強さで支配していくんだけど、ね、もともとこの封建制を始めた時っていうのはさ、 これ、中央と諸っというのは、まあ、言ってみたら、兄と弟とかね、そういった近しい関係なんだよね。でも、これが100年経って、200年経ったらどうなるか。もちろん、当時の人の寿命というのはさ、もうね、もう80万と90万とかまで行きないよね。なので、100年経ってしまったら、王と諸侯の関係というのは、まあ、言ってみたら、もう王が孫の代になって、諸行も孫の代になっちゃうとか、下手したら、ひ孫ひ孫の関係になるわけよ。ね、そうすると、 同じ一族とはいえ、だってみんな自分のひいじいちゃんの兄弟のひ孫とかって想像つきますかつかないでしょね、もはや町であっても他人みたいな感じだよね。そうなってくると、やっぱり諸行同士もなんであいつの方が自分よりもいい土地持ってんのなんであいつの方がうちよりも豊富なね、物が産出できる土地持ってんのって、やっぱりこうましくなってくるよね。まあそうやって、この年月が経った結果、この諸行同士が争い合ってしまう。 ね、そういう風になっていったのが、この次の春秋、戦国時代になっていくるんだよね。だから、はっきり言って、封建制の弱点っていうのは、それは年月が経つと、その王室の血縁的な中体関係が弱体化してしまうところ、ね、そのつながりが弱くなってしまうところが、この封建制の弱点なのね。そうやって、時代は春秋時代に入って、で、戦国時代に入って、で、その戦国時代を勝ち抜いたのが、秦だったよね。この秦だよね。うん。で、秦も、 今、まあ、始皇帝がね、えーまあ王、ま、信用性が天下を統一して始皇帝となるけどもね。すると、この性は、じゃあ、自分たちはこの新しく中国を統一したけども、じゃあどうやって支配すればいいのか。だって、前の州は封建制やったために、結局国が分裂しちゃったわけだよね。ね、戦国時代になっちゃったわけだよね。うん。そこで、始皇帝は考えたわけだ。まあ、始皇帝とね、この最相の上将の李氏がこう相談して決めるわけなんだけどもね。そこで、 長く収めるためには血縁関係で繋がらなければいいっていう話だよ。血縁関係があるから時間が経ったらバラバラになっちゃうんだよね。そこで血縁関係を作らなければいい。ね。で、やったのがこの軍権制だよね。まあ軍権制っていうのはね、えー、この地方をね、これ36の軍に分けて、そして役人を派遣して統治するっていう考え方。うん。まあこれはあくまでもイメージ図だけどもね。 えっと、この36個に分かれていたとして、まあ、36書くとね、あの、ごちゃごちゃになっちゃうから、ちょっとね、数字減らしてるけどもね、あの中身はね。で、要は、この36に分けて、この一つの四角が軍なのね、一つの四角軍で、で、その軍の中に県があるんだ。ね。県があるんだ。まあ、だから、えー、そうね、神奈川県横浜市みたいなね、そんな感じだね。神奈川県大和市みたいなね、えー、そんな感じなんですね。はい。で、そうやって、 この管理を派遣して統治することによって、そこには血縁関係が存在しないから、ね、別に、ね、時間が経ったからといって、この地方の管理と皇帝の中が悪くなるなんてことはないよね。バラバラになっちゃうこともないよね。そうやって、この封建制の弱点を補って始めたものが、この軍権制なわけなんだ。ね。この封建制のイメージは、このイメージ。イメージね。そして、軍権制のあくまでイメージだけども、このイメージで持っといてくださいね。はい。で、 まあこうやって、真は軍権制で地方を統治していったけども、でも結局、真の統治ってのはもう15年ぐらいしか持たなかったよね。まあ、この真の始皇帝と、まあその後のね、二世皇帝が、まあやっぱり、暴君としてね、ちょっとね、法改正に基づいた厳しい政治を行っちゃったんだよね。まあなので、真正五皇の乱なんてものが起こって、そして最後は短命で滅んでいったよね。で、その真が滅んだ後、今度は、 劉邦と項羽この二人の争いがあって、そして劉邦が勝利して、今、官王朝、全官王朝を建国した。すると当然、やっぱりまず最初にぶち当たるのは、じゃあどうやって統治すればいいのと。ね。周は封建制やってもダメ。秦も軍権制に切り替えたけどもダメ。だいたいどうやったら長く中国を支配できるのか。あ、そうだ。じゃあ、いいとこ取ればいいじゃん。いいとこ取りすればいいよね。 そこで、この封権性と軍権性、これを合わせた軍国性というものを始めたわけだよね。じゃあちょっとね、この軍国性説明していくけども、まず、まあこれはね、教科書なんかでも書いてある通り、軍国性というのは、この封権性たす、封権性たす軍権性。制制この両者のいいところを取ったものなんだよね。で、さらに、 この特徴というのは、この軍、えー、方権制の部分というのは、これは地方で行うもの。ね、この中国全体の中の地方で行うもので、この軍権制の方を中央とか、この戦略的、政治的に重要な土地、 用地で行うのがこの軍権制なわけなんですね。そう。なので、じゃあ、これを合わせたものを今、軍国制として、改めてイメージにしてみるとね、こんな感じかな。はい。まず、方権制を、まあ、基本地方でやるわけだから、こういった感じ。はい。こういった感じになりますね。はい。で、そこに、この諸庫を置くわけだよね。 諸侯を置くわけだ。交渦との戦いに活躍してくれた、頑張ってくれた諸侯たちを地方に王として奉建していく。そして、もちろん中央というのは都のことね、指しますからね、長安を指しますよね。で、この長安に皇帝がいるとして。そして、これを軍権制でやっていく。 というように、あくまでもイメージだけどもね、まあ、このような感じ。地方で方権制やって、中央で軍権制やっている。こういった、ま、感じなんですね。はい。で、そうすると、まず、このメリットとしてはね、この皇帝が直轄支配するエリアがこれだけあるわけだからさ、まず皇帝の力もある程度強くなるよね。もっとも、この軍権制の特徴は、中央集権主義。ね、中央集権的ってのが特徴なわけだから、 ね、皇帝のエリアを広くすることで、皇帝の力、中央の力も強くなるよね。そして、この諸皇たちの領土、これも上げるわけじゃんか。だって、この諸皇たちはさ、この秦の末期に秦が滅ぶときに、ね、その後、皇と劉邦の戦いがあったけども、劉邦のために、ね、頑張って皇と戦ってくれたわけだよね。何のために戦ったかって頑張って。それは土地が欲しいからだよ。自分が支配する土地が欲しいから、必死になって皇を倒したわけじゃんか。 だからやっぱり劉法としても、その頑張ってくれた家臣たちにね、報いなきゃいけないから。だから、まあ、全館作った後は、こうやって、後臣たちに土地をあげるというもの。ね。で、基本的には、まあ、異性の諸侯もいるんだけども、やっぱり基本的には同性諸侯が最初は多かったんですね。はい。で、こうやって、ちゃんと諸侯たちの土地もあげる。ね。ちゃんと作ってあげる。そして皇帝の力も強くする。ね。そうやってやっていけば、長く天下収まるんじゃないの って言って始めたのがこの軍国制なんだよね。ただ、ね、今回はその五祖七国の乱が起こっちゃったっていうのがテーマなんだけど、じゃあなんでここから五祖七国の乱に移っていくのか、起こっちゃうのか。ね、それやっていきたいんだけど、さあ例えば、この諸侯の国の中でも、このあたりには五っていう国があって、で、このあたりには祖っていう国があるわけなんですね。で、 まあ当然教科書に載ってない話なんですが、ね。もともと、劉邦がこの天下をね、統一して、皇帝に即位した。その時、後の王様に置いたのは、これは劉邦の兄貴の息子だったんですね。劉邦の兄の子が、ここの王様になってた。ね。そして、祖の王様ってのは、劉邦の弟が王様になってたのね。まあそうやって、近しい親族の関係で、周りを治めていくから、ね、一族の絆が強かったわけだ。ところが、 ちょうど、この前154年、五祖七国の乱が起こるときってのは、今、皇帝の代は第六代、慶帝に変わっていました。慶帝というのはこれ、劉邦の孫に当たるのね。そう。そして、皇帝が孫の代になった。ね。一方、じゃあ五の王様どうだったかっていうと、これ変わってなかったんですね。そう。もともと竜邦の兄貴の息子をね、王様にした。変わってなかったんですね。で、その王様は、えっ、ー、と、最初封建された劉邦の息子の、 孫の代になってた。ちょっと複雑だよね。この段階ですでにね。<laughs> でしょってことは、皇帝である慶帝からしてみたら、当時のご王っていうのは、自分のじいちゃんの兄貴の息子。その王様ってのは、自分のじいちゃんの弟の孫。<laughs> だから、これをみんなは想像できる。自分の家系で考えたときに。ね。もうかなり遠い家系だよね。 ね。もう他人だよね。下手したらね。それが感覚でしょだそうなっちゃってたのよ。ね。そうすると、この諸公たちからしてみたら、ね、ちょっと皇帝とも関係遠いし、もう自分たちは地方の王様なんだから、好きにやってもいいんじゃない的な感じになってくるよね。まあ、特にさ、この五王なんてのは、まあ、劉邦に奉献された頃と変わってないわけだから、もう劉氏一族の中でもかなり長老クラスだよね。もう完全にね。うん。ってことで、まあ、実際にね、この五王なんてのは、 もう、この軍権制の部分から、部分で犯罪を犯して、ね、軍権制の中で犯罪を犯して、逃げてきた亡命者なんかを集めて、この五の国でね、この偽金を作っていたり、そんなことをやり出し,したわけなんだよ。ね、それから、あとはね、やっぱり諸侯といえども、一応ね、主君とこの親家君臣関係はあるからね、あの、毎年、正月にはね、この皇帝に、まあ、お正月の挨拶に行かなければならないんだけど、まさに五王なんてのはね、もう自分、年だからね、 もう年食ってっから、ちょっと都まで遠いから、もう行けませんって言ってね、そうやってもう拒否するぐらい、もう完全に君臣の例を書いていたのよ。そうなってくると、皇帝側としても、ね、やっぱりこれだけ自分が皇帝として反発されてしまうと、ちょっと皇帝の威厳が落ちるよね。皇帝の権力がね、弱くなってしまうよね。そこで、この都の大臣たちと相談して、ちょっとこのまま行くと、ね、諸侯たちがどん,どんどんどん調子に乗ってっから、ちょっと、 この勢力を削減しようと。ね。こう犯罪として取り上げて、領土を削減しようって考えたわけ。そう。だから、やっぱり、こういった年月の経過によって、だんだんこの一族の関係が弱くなってきたんだよね。さあ、そうすると、今、まあ、朝廷としては、この豪王様は勝手に偽金作ってるから、じゃあ、この土地を募集します。この土地の一部を募集します。と言って、土地を募集するし。ね。 そして、ね、ご王様は、お正月に挨拶に来ないから、だから土地を募集しますって、どん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 、罪を上げていって、諸侯たちの力を削っていったわけ。すると、諸侯たちからしてみたって、自分たちの土地ってのは、皇祖様から、劉邦様からもらったのに、その孫ごときが、なんでうちらの土地を奪うんだって、そういう気持ちになってくるよね。そして彼らは、今、京帝に奪われるぐらいだったら、まず自分たちが結託して、自分たちが結託して、皇帝を倒して、 そして、自分たちで天下の土地を分けようと。そうやって起こしていったのが、五祖四国の乱なんですね。つまり、この五祖四国の乱っていうのは、まさにこの軍国制、ね、封建制たす軍権制の、この封建制の弱点が出てしまったのが、この反乱なわけ。ただ、今回は、この軍権制の部分が、この皇帝の力を持っているエリアが結構広かったから、強かったから、 まあこの五訴遅刻の乱はね、まあ、わずか3ヶ月っていうこのスピード鎮圧をすることができたんですね。はい。で結局鎮圧されるんだけども、その結果が大事だよね。今回結果も求められていたよね。つまり、今、この封建制足す軍権制の部分の封建制が反乱を起こして、当然それが鎮圧されたとなれば、まあ鎮圧した奴ら、これ土地没収されるに決まってるよね。ってことで、どん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 これが、 中央エリアに没収されていって。まあ、正確にはね、あの、一部の国は没収されたわけじゃなくてね、さらに国が細分化された力を弱くするために、まあ、国を細分化したっていうのもあるんだけどもね、まあ、やっぱり語とかソダンってのは没収されたりするんですね。で、その結果、次の第7代武帝の時には見てみて。そう、これが全部中央エリアに組み込まれたんだから、最初はここ方権制だったけど、軍権制になっちゃったよね。 最終的には全体で、そう、軍権制へと変わっていった。っていうのが、この五粗遅刻の欄の起こった理由と、まあ結果ですよね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、回答の方にね、移りたいと思います。はい。と、はい、いうわけで、えー、この北大の問題ですけどもね、えー、今回の五粗遅刻の欄の原因と結果について、えー、説明するんだけど、まあ、このね、回答欄の枠を考えたときに、まあ、おおよそ100字とみなします。 だから今のこの長い話を百字でまとめるって結構厳しいよね。まあ、なので非常に簡潔にいきたいと思います。なのでポイントポイントをしっかり絞っていくと、さまず、五祖七国の乱の原因、そのポイントは、はい。えー、この封建性と軍権性を併用したこの軍国性。これによって、皇帝と諸皇の秩序が動揺してしまった。ね。やっぱり皇帝に対して、この諸皇たちがね、対、ま、等、あ、してくる、調子に乗ってくるって話だよね。で、 まあ皇帝当時は経帝ですけどもね、経帝とその大臣たちは当たり前だけども、じゃあそのね、対等していく諸侯たちの力を弱くしようと、諸侯の抑圧策、領土削減を画策していくわけだ。すると、自分の土地を取られそうになった、その諸皇が反発して反乱を起こすっていうのがこの原因だよね。さあ、こうして起こった反乱、ね。 え、結果的に鎮圧されるけども。さあ、それはだから、この軍権制足す法権制の、法権制の,権制の諸侯法権諸侯が鎮圧されたわけだから、諸侯の領土は没収され、そして、皇帝の直轄地域、ね、つまり軍権制の方に返入されるわけ。ってことは、それまで地方でやっていた法権制の部分がね、なくなっていて、軍権制が全国に拡大。そして、軍権制が全国に拡大したことで、中央集権体制が強化されていった。 っていうのがこの結果ですよね。はい。で、これをじゃあ、100字でまとめてみたいと思います。さあ、いきます。まあね、こんなもんだけどもね。さあ、め官はじめ、漢は、軍国制を行っていたが、諸侯の台頭に対して、皇帝の、皇帝が領土の削減を図ると、五や宋を中心とする諸侯七国が反乱を起こした。ね。ここまでが原因だよね。で、やっぱりその原因の柱になってくるのが、こういう話だよね。皇帝が力をそごうとしたから反乱を起こした。これが柱だよね。はい。 で、反乱鎮圧後、諸侯の領土は募集されて、軍権制が拡大し、最後は中央集権体制が確立した。これが反乱が起こる前と後の決定的な違いでしょ。なので、こちらを柱としておきます。いいですね。はい。ということで、これで97時ぐらいかな。うん。はい。いうことで、まずはね、一つ、これ、五祖遅刻の乱の原因と結果でした。はい。はい。皆さんお疲れ様でした。 私はですね、この世界史を勉強するときに、やっぱりね、この流れが大事だと思っています。ちゃんと歴史の流れを感じて、そしてその中に用語だとか言葉をね、温めていくような、まあ、そんな勉強をね、みんなにはしてほしいと思っています。お疲れ様でした。